どこ？でもとりあえず三重には入ってる。三重に入ってる？三重には入ってる。おめでとうございます。私、奈良県でございます。私、ただいま山田高田法隆寺でございます。まあ、伊賀だ、伊賀のことだ。あ、伊賀か。伊賀だ。いや、気付けや、道路の脇からあの忍者出てきようからな。この先、左からの合流があります。うん。あれ、ちゅうことは、あれ、サルボボってどこやったっけ。サルボボ、あれ、伊賀ちゃうの。サルボボ、サルボボ知らん？サルボボ、岐阜？あ、岐阜か。うん。あれ、シズボボ、後ろに黄色いサルボボつけてるやろ？あれ、サルボボって普通赤やろ？え？サルボボって普通赤色でしょ？そうだね、赤ですね。なんで黄色こうたんすか？あれ黄色だった？黄色やったような気するよ。あれ色落ちたか。あ、もともと赤色やったんが多分事故を防いでくれたから黄色になったわけ。そういうことにしてください。わかりました。どこ色変わるんか。あの黄色の色はね、もともとの組長の色なんで。もともと、もともと黄色やったやけど、ネズミを見て茶色になったから。組長、冗談やって、ごめんって。いや、そう言われると、本当に困るからやめて。あ、そうか。言ったら指一本の手で止めて。あ、そうか。ああ。今日は、ええ天気ですよ。最高。最高よ。ねえ。あ、トラック、トラック。はい。その、大阪来た時にさ、みんな、あんまりこう、子供とかさ、身内のもんにお土産買ってる姿が見えへんよね。買ってないっすね。みんな、鈴鹿パパがみんな買ってるよ。あ、そうなんや。はい。お子さんとかに買うてんねや。いや、奥さんに。ああ、そうやろな。偉い。偉い。で、みんな言われんねやろ。お土産はええけど、友達選んでとか言うて。な。お、怖っ。道が悪い。これバイクってほんまちょっと道悪かったらキュッて行きよるな。怖いな。ちょっとね、このな、ちょっとなんかちょっと車線が入ってるとことか怖いわ。車なんて鼻くそほじくててもこけへんのにな。この先、左からの合流があります。時の車の合流怖いからね。ああ怖い怖い、もう怖いよ。ピュッと入ってきようからね。ピュッとこうね、ピュッと入ってきようこれ。ゆっくり入られる、ちょっと入ってもらった方がいいかな。いやでも怖いわ。ピュッと入った時、俺ピュッと当たったらどうすんの。
うん、組長のバイクはええやんか、戦えるから。トランスフォームの対応、いやー、ケツあんだけでかかったらいけるっしょ。あたいのバイクそんなにケツでかないんで。だんだん風強らできたな。大阪はなんか風強かったね。うん、風強い。こっちそうでもないけどね。うん。あと旧車が止まってる。ほら。これさ、LINE で喋ってたら、はい、別になんか一緒に走らんでも走ってる気分になるからええな。そうですね、うん、だから俺が一人でツーリング行くときみんななんか電話取ってや。それ、大変だよね。大変やと思うで。ヘルメット外して。それみんな一人一人だったらいいけど、ね、なんか釣り合いとツーリングでこっちライン通話だったら無理で。いや、これええわ、これなんかもうまるでもう前か後ろに走ってるみたいな感じやもんな。またこうやって走った方がトンネルがうるさくなくてええもんな。トンネルがうまいわ。だから今トンネル今入ろうとした瞬間ちょっと体固まってもたもんな。あのなんかあの爆撃みたいな音するやん、あの水道管が。あーでも俺も一回動画終わろうかな。ほらもうみんな見てても退屈やと思うでな、多分。ねえ。いやいや、でも電話は切れへんで。それ間違ったらあかんねん。ということで、動画をですね、もう終わらせていただきます。皆さんお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。はい。